青コーナーよりザ・ビッグバクエ選手の入場です。試合が進んでおりますけれども、はい、ちょっとホーム分析マイクがちょっと調子悪いですけれども、そうですね、マイクの調子が悪いですけども、さあ試合は進んでおります。さあビッグバクエ選手がさあ完全にペースを取ったんで、さあロブラッシュ、おーっとこれは厳しい、厳しい攻撃だ、ベートが乗りましたね。さあ試合の落差では1本2本を上回るバクエ選手、さあナックルで攻め立てる、ポリスラム2階席から落とすような感じですね。いやーでかいですね、バクエ選手。そうですね、でかいですね。はい、おーっと高い、すごい高いエルボードロップだ、これは厳しい。さあカウント、いやー今のエルボドロップ決まってもおかしくなかったじゃないですか、はい、で、あんな高さから落とされたらたまったもんじゃないですね。はい、さあ大きいだけかと思いきや、まあ動きも素早いし、はい、さあすごいですね、バクエ選手。そうですね、もうキャリアが段違いですからね。はい、さあ、なかなかペースを握れない長上の選手、返せ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 、
今一瞬張陽選手が相手の技をかわしてペースを握ろうとしたんですけれど、はい、バックエ選手はそれ見逃しませんね。なるほど、ここはキャリアですね。なるほど、はい、さあちょっと1枚上手ということでしょうか。そう、高いドロップキック、綺麗ですね。いや、綺麗ですね。綺麗でした、今のは綺麗でした。はい、さあここでペースをつかみ返したい張陽。さあここで得意のロープ逃げるのも早い。早いですね。完全にこれが計算っていうことですね。そうですね、バクエ選手はもう十分研究していると思います。なるほど、いけるよ。なかなかもう大きい選手っていうのはこう、ね、そういう研究とかっていうよりもパワーでガンガンいっちゃうって感じなんですけれども、そうですね、そういうのもっていう、非常にインテリなんですよね。非常に厄介な選手ということでしょうか。はい、さあかなりの巨体を今上野選手が上げましたね。さあね、体見る限りかなり鍛えてるんじゃないですか。そうですね、非常にビルドアップさ。さあラフにはラフをといった感じでしょうか。今ですね、ちょっとチョークで反則技でペースをつかみましたね。なるほど、張陽選手のここの数試合の成長ぶりは非常に目を見張るものがありますね。なるほど、さあコーナーで攻め立てる。さあレフリーも巻き込まれてしまった。若干赤澤レフリーダメージが、そうですね、大丈夫でしょうか。おい、いや、そっから。さあサビングからの経過キック、ちょっと浅いかな。ちょっと浅いですね。チャンス、来るよ来るよ来るよ。さあコーナー式、さあどうなったの、ここで経過キック、はい、長野選手と同じくかかと部分に鉄板を埋め込んでるんじゃないかと。はい、なるほど。さあバタフライロックで締め上げる。スタミナをスタミナを奪っていく。さあこれかなりやっぱり苦しいですか、この技は。脇腕を固めると同時に後頭部を押されてます。非常にスタミナ削れると思いますよ。はい、大きい選手相手にはああいう技でスタミナを削りたいんじゃないでしょうかね。なるほど、さあかなり長い時間かかっているが、さあ力ずくで返した。これやっぱりパワーもすごいですね。そうですね、すパワーがすごいですね。さあ脇腹を受ける、あれ痛そうですね。そうですね、ああいう風に蹴られるとスタミナが、やはり大きい選手はスタミナですからね。なるほど、さあスタミナを奪っていく作戦か張陽の正路。かわしました。さあかわした。コーナーレフェリー、コーナーだよ、コーナーコーナー。張陽選手非常に表情に輝きというかこうカップを見出したぞという顔をしておりますね。なるほど、さあ結果切ったらカウント、ワン、ツー。さあ簡単には決まらない。そしてさあ腕を取って黄色くだ。おー、パワーシザースですね。これもまた、これもまたスタミナが上がりますね。なかなかやっぱりさっき成長目を見張るものがあると言っておりましたが、こういうテクニックも、そうですね、こういったところを随所に見られてきますね。はい、はい、テクニックもついてきた。さあ、バクエ選手、チョークスラム得意ですから、こうやって腕を殺しとくというのはかなり重要になるわけですね。そうですね。持ち前のパワーを当ててしまいますから。さあ、ロングブレイクだが離さない。簡単には離さない張陽。ここが勝機でしたね。ここを離したくなかったですもんね。まあそうでしょうね。さあ、かなりでも腕を痛めつけられたバクエ選手、表情が苦しい。さあ腕を蹴る。腕に終点を定めてますね。そうですね、腕に勝機を定めて、フィニッシュ何を持ってくるかでしょうね。なるほど、さあ、喧嘩切る。バックの上で高い。
で形勢逆転かね。そうですかね。下半身で形勢逆転しましたよ、これ。そうですね、高いですね。ただバニエス選手も苦しい。いやでもとんでもないバックドロップでした。いや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 、カバーカバー、セスチがゾッとしましたよ。ゾッとするバックドロップです。さあ、長尾苦しい。行こう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 。長尾の首が、はい、完全に形勢逆転しましたね。そうですね、あの一撃が全てでしたでしょうか。さあ、そして少し返した。さあ、ここで丸め込む。あ、丸め込むか、丸め込むか。おっと、潰した潰した。おっと、9分スピーチブロー、9分スピーチブロー。じゃあ、ビッグワン決定しましたです。さあ、勝負の選手が、はい、丸め込もうとしたところを押し潰して、潰しましたね。やべ、勝負の選手が意思で丸め込んでしまったという感じですけれども、ね、食べるのを一瞬忘れてしまうようでしたね。いや、もう危ないですね。かなり悔しいですよね。さあ、そうですね。アントニー選手はああいうこともできるんですね。そうですね、やはりあれがアイデアじゃないと、あれがキャリアの差ですと。なるほど、これでもいい試合でしたよ。いや、いい試合でした。はい、はい。